後世紀ににかかかけけててウララル南部から国会北岸にかけて活動したイラン系遊牧民集団紀元前7世紀末から、ウラル南部にいたサウロマタイに、紀元前4世紀頃東方から移動してきた、遊牧民が加わって形成されたとされる。サルマタイはギリシア語であり、ラテン語では、サルマタイとなる。また、彼らのいた国会北岸地域をその名にちなんで、 サルマティアと呼ぶため、サルマティア人とも呼ばれる。紀元前1世紀頃の国会周辺所族。ストラボンによると、サルマタイは以下の部族に分かれていたという。また、後の時代には、アラン人もこれに加えられる。サルマタイの名が、初めて登場するのは、紀元前4世紀のギリシアの著作である。それ以前はヘロドトスなどに記されたように、サウロマタイという名前の、 よく似た民族が登場していた。サウロマタイは、サルマタイの直接の祖先とされ、考古学的にはドン川から、西カザフスタンに至るまでの地域における、紀元前7世紀から、紀元前4世紀の文化を、サウロマタイ文化とし、それに続く文化をサル、マタイ文化としている。ヘロドトスによると、サウロマタイは、 ウラル川からボルガ川流域の草原地帯で遊牧を営んでいたが、ヒッポクラテスが記したように、紀元前5世紀末になると、マイオティス湖周辺に移住していた。紀元前4世紀中央になると、クニドスのエウドクソスはタナイス川に住むシュルマ隊という、サウロマ隊系の部族を記録し、カリュアンダのスキュラクスもタナイス川に、シュルマ隊の存在を記し、 サウロマタイの一集団とした。しかし、フィリッポフカ古墳の発掘調査によると、紀元前5世紀末までにウラル川中流域でサル、マタイの勢力が増大していたことが明らかとなる。サルマタイのスキティア侵略については、様々な資料に断片的に記録されているが、ヘロドトス等に記されているスキタイほど詳細な資料が存在しない。しかしながら、 紀元前4世紀末には、サルマ隊諸部族が、サウロマ隊に代わってドン川に迫り、そのうちのシラケス族は、ボスポロス王国の権力闘争に深く関与して区番、川流域を支配下に置いたという。時に、スキ隊は、紀元前339年のアテアス王の死後から弱体化し、紀元前3世紀にはドン川を越えて侵攻してきた、サルマ隊によって征服されてしまう。 以降、この地域は、スキタイのスキティアからサルマタイのサルマティアと呼ばれるようになった。サルマタイは、国会北岸を征服すると、そこにあったギリシア植民史にも侵略し、自由民たちを捕虜にして売りさばいた。サルマタイから圧迫されたスキタイは、クリミア半島に押し込まれ、第三スキタイ国家を形成した。その地域は、コスキティアと呼ばれた。 ポントスボスポロス王のパルナケスがローマと戦うことになったため、シラケス王のアベアコスは、騎兵2万、アオルソイ王のスパディネスは20万、コーチアオルソイ族は、さらにそれ以上の騎兵を送って従軍させた。アルメニア王国の地図35年、パルティア王アルタバヌス2世の王位に不満を持った、パルティア貴族が、ローマ帝国に支援を求めた。 ローマのティベリウス帝は援軍を派遣するとともに、ティリダテス三世を新たなパルティア王に据え、前面に、アルタバヌス二世が奪ったアルメニア王国を取り返した。この戦いでサルマタイは、両方の側に借り出され、互いに争って、アルメニア奪還に貢献した。ボスポロス王国の位置ボスポロス王国のミトリダーテスは、王位を、弟のコチュスに奪われて、以来、 各地をさまよっていたが、ボスポロス王国から、ローマの将軍、ディーディウスとその政兵が撤退し、王国には、コチュスとローマ騎士、ユーリウス・アキラの率いる、少数の援軍しか残っていないことを知った。ミトリダーテスは二人の指揮者を見くびって、部族を先導して、離反を促し、軍勢を集めて、ダンダリカ族の王を放逐し、その王国を焼中に収めた。 これを聞いたアキラとコチュスは、自分らだけの手勢に自信が持てなかったため、アオルシー族の強力な支配者であったエウノーネスに、施設を送り、同盟条約を結んだ。両軍は、合同して、渋滞を作り、進軍を開始した。全部と交尾は、アオルシー族が、中央は、ローマの援軍とローマ風に装備した、ボスポロスの部族が固める。 こうした体型で敵を撃退しながら、ダンダリカ王国の首ウソ座に達した。すでに、ミトリダーテスがこの町を放棄していたため、ローマ軍は、予備隊を残して監視することにした。ついでシラキー族の領地に侵入し、パンダ川を渡り、首ウ,ウスペを包囲した。この町は丘に建てられ、城壁や堀で守られていたが、城壁は、石ではなく、 流細区や枝細区を積み重ねたものに土を詰めただけのものであったため、突破するのにさほど時間がかからなかった。包囲軍は壁より高い牢を築き、そこから松明や槍を投げ込み、敵を混乱に落とし入れた。翌日、薄ぺの町は施設を送ってきて、自由民に命を保証してくれと嘆願し、奴隷を1万人提供しようとした。 ローマ軍はこの申し出を断り、殺戮の号令を下した。薄ペの町民の壊滅は、付近の人々を恐怖のどん底に陥れた。シラキー族の王、ゾルシーネスは、ミトリダーテスの絶体絶命を救ってやろうか、それとも、フソデンライの王位を維持しようかと、長い間考えあぐねた。ついに自分の部族の利益が勝って、人質を提供し、 カエサルの像のもとにひれ伏した。こうして、ローマ軍はタナイス川を出発して、以来、三日間の行軍で一滴の地も失わずに、勝利を勝ち取ることができた。しかしその木と、海を寄港していた、イクソウカの船が、タウリー族の海岸に打ち上げられ、その蛮族に包囲され、援軍隊長とその兵がたくさん殺された。ミトリダーテスは、自分の軍隊を少しも頼れなくなり、 アオルシー族のエウノーネスによろうとした。ミトリダーテスは、服装も外見も現在の境遇にできるだけ、にかわしく工夫し、エウノーネスの王宮に赴いた。エウノーネスは、生命を馳せた、この人の運命の変わり方と、そして今も、なお尊厳を失わぬ愛想にひどく心を動かされた。そして嘆願者の気持ちを慰め、 ローマの恩赦を乞うために、アオルシー族とその王の誠意を選んだことに感謝した。早速、エウノーネスは、施設と次のような文章を、カエサルのところへ送った。ローマの最高司令官らと、偉大な民族の王たちの友情は、まず地位の掃除から生まれている。世とクラウディウスはその上に勝利を分け合っている。戦争が恩赦で終わるときはいつも、その終結は輝かしい。 このようにして、征服されたゾルシーネスは何も剥奪されなかった。なるほどミトリーダーテスはさらに厳しい罰に値する。彼のため権力や王位の復活を願うのではない。ただ、彼を外戦式に引き出したり、残守で懲らしめたりしないようにと願うだけである。かつて、ローマのドルススカイサルが、スエビ族の王位に据えていたウワンニュースが内紛によって、 放逐されたため、ウアンニウスは、ローマに支援を求めた。しかし、クラウディウス帝は、蛮族同士の争いに軍を派遣したくなかったので、戦闘はせず、最低限の軍を川岸に配備するのみで、ウアンニウスには避難所を与えてやった。ウアンニウスには、彼の部族の不評とさるマタイのヤジュゲス族の騎兵が、味方となった。敵は、ヘルムンドリー族。 ルギー族など数が多く、立ち打ちできないと思ったウアンニウスは、取り出にこもって牢情戦に持ち込もうとした。しかし、敵の方位に溜まりかねた、イアジュゲス族が撃って出たため、ウアンニウスも出る羽目になり、敗北を喫した。一世紀になると文献からアオルシの名が消え、代わってアランという名の遊牧民が兄弟となる。このことは、漢文資料にも記されており、オリサイ国。 アーランとカイメスとある。この演奏は、アオルシニアーランはアランに否定されている。考古学的には2世紀から4世紀における、国会北岸の文化を後期サルマタイ文化と呼んでいるが、この文化の担い手は、アランであるとされる。アランについて4世紀後半のローマ軍人、アンミアヌス・マルケリヌスは、彼らは家を持たず、クワを使おうともせず、肉と、 豊富な父を常食とすると記している。後にアランは北カフカスから国会北岸地方を支配し、その一部はパンノニアを経て、フン族に起因する民族移動期にドナウ川流域から北イタリアに侵入し、一部はガリアに入植した。さらにその一部はバルバロイを統治するため、ローマ人によってブリテン島へ派遣された。また、 その他の一部は、イベリア半島を通過して、北アフリカにまで到達した。アランより前に、パンノニアに進出し、ローマ人によって、ブリテン島の防衛に派遣された、イアジュゲス族もブリテン島に去る、マタイ文化の痕跡を残した。サルマタイの遺跡は、低平な紛糾の古墳である。埋葬儀礼の大きな特徴は、ポドボイバカである。 被葬者はその母室に行画新転送、南枕で葬られた。また、サウロマタイと同様に、地下式横穴墓や、プラン方形あるいは楕円形の縦穴墓も、知られているが、サウロマタイと比較して、母室、母校は小さい。縦穴墓では、母口の円に低い段が作られた片付き墓が時折、見られるが、その場合は、古墳の主体部であるという。 縦穴墓の天井は、丸太や板、樹皮などで覆われた。大きな母校の場合は、天井の構造が複雑になり、沿道を伴うものもある。方形の母校では、被葬者は、母校の対角線上に安置されていた。このような対角線埋葬は、紀元前5世紀のサウロマ隊で若干知られていたが、サルマ隊時代に特に発達した儀礼である。また、 母校床面に白亜が散布される例も知られている。副装品としては、特徴的な丸底土器、青銅製矢尻、長剣及び探検などがあり、全死を伴う、お羊の肉が、死者のために備えられた。前期ソルマタイ文化は、オレンブルク州、プロホロフカ村古墳群の発掘によって明らかにされた、ため、プロホロフカ文化と呼ばれる。プロホロフカ文化は、 紀元前4世紀にはまだ南浦ル地方に分布の中心があったが、同世紀末までにボルガドン川流域に拡大し、さらに紀元前3世紀にはドン川を越えてドニエプル川流域に達している。サルマ隊文化は中期サルマ隊時代に最盛期を迎えた。この時代の文化は、サラトフ市の北のボルガ川砂岩に位置するスース類村子奮群にちなんで、 スース類文化と呼ばれる。サルマタイの墓は、ボルガ川下流域から、北、カフカス、国海北岸、ドナウ川流域に至る、広範囲に分布する。トルコ石や、ザクロ石、練り物などを、動物の体育などに、増刊した、多色装飾の動物様式を持つ金星の武器、バグ、ディアデム、容器などがイタリアを呼び、ローマ辺境諸州から輸入された。 銀製容器などと一緒に発見されることがこの時代の大きな特徴である。このような資料が出土した例としては、ドン・カワシモ流域ガンのホフラチ古墳やサドーブイ古墳がよく知られている。とりわけサドーブイ古墳出土の多色動物様式の金星バグ装飾は、サルマタイばかりでなく、ピョートル大帝シベリアコレクションの中にも類例が知られている。また、 青銅製服も多数発見されている。服は前期サルマタイ時代から知られているが、この時代になると様々な形態の服が登場している。主要な形式としては、胴部が卵型で半円形の柄に突起が3つあり、垂直に立った柄の付け根から後円部に口ひげ型の小さな突体が連続するように付き、 道部の一番幅の広い部分に縄目を模した突体が巡るものであり、円錐台形の剣台がつくものと、剣台がないものとがある。また、柄が動物型となるものもしばしば見られる。このような特徴的な資料は特に、ドン川流域を中心に分布しており、当時のサルマタイ文化の中心がこの地域にあったことを示唆している。一方、 前期サルマタイ時代の中心地であった南ウラル地方ではこの時代にはサルマタイの埋葬師が減少しておりサルマタイが全体的に西に移動したことを示している中期の埋葬の多くは先行する時代の古墳を利用した再利用墓であるが一部は底平で比較的小規模な古墳を築いたものもある埋葬儀礼は 前代とほぼ同様であるいる。墳糾では、木炭や灰の層と、馬やお羊の骨が検出され、また時折、聖堂征服が発見されることで、埋葬後に、墓上で火を焚き家畜をけに絵にして、追悼演が行われたことを物語っている。後期サルマタイ時代は一世紀に、国会北岸に登場した、アランの民族名から、アラン文化機と呼ばれる。 後期サルマタイ時代の埋葬の特徴は、ボルガドン地方では小規模な噴球を築く、円噴であるが、ウラル川流域ではその時代に新たに築いた東西に、長い噴球が見られる。噴球下には小規模なポドボイ馬鹿や幅の狭い、方形母校が作られた。ポドボイでは、入り口校の西壁に墓室が穿たれた。また、北カフカスでは、地下式横穴墓が分布し、 ドニエストルドナウリョウガ館では紛糾を築かない、土工ボが見られる。墓は、旧地表面で、丸太や木材、芝戸、枝や足で閉塞された。埋葬は単独層が大半であり、行画新天層で北あるいは、南を枕にした。ポドボイバカや狭い母校では、北枕が主流である。そして、この時代の最大の特徴は、南ウラル地方。 ボルガ川下流域、ボルガドン両川間で見られる被葬者の頭袋変形である。頭袋変形は、紀元前後から散発的に見られたが、この時代に非常に発展した風習である。一方、死者に備える家畜は、死などの一部のみである。また、墓では、全時代同様に白亜の塊が見られたが、硫黄の塊や、 火打ち石を削った痕跡もしばしば検出された。墓に火を放った痕跡は少なく、儀礼は簡素化されたとみなされている。副葬品は、武器、道具、装飾品、化粧道具、航路、ゴフなどである。武器では、関東圏と短剣と探検、矢尻が見られ、剣は、飛走者の左、探検は右に置かれ、矢尻は少数である。バグは、通例飛走者の足元に置かれた。 装飾品としては、帯飾り板、フィブラ、首飾りの一部として発見される小型絵鏡あるいは、垂れ飾りなどがある。小型の絵鏡は、前代から発展していたものであるが、この時代には、鏡というよりも、垂れ飾りとして使用されたと考えられている。土器は、テコネロクロ製があり、後者はドン川やクバン川流域あるいは、ボスポロス王国で製作されたものである。 動物系とってがついたろくろ星水さがた土器はこの時代に特徴的な資料である。また、ボルガ川砂岩ではホラズム製の化粧土のかかった赤色土器が登場している。ありがとうございます。